はい、こんにちは、K10 です。今回は、外付けのスティック型 SSD について、初心者向けに詳しく解説していきます。内容としては、パーテーションスタイルの MBR GPT についての変換方法、さらにもう一つ、フォーマットの違いについても解説していきます。はい、こちらの画面見てもらって、今回ですね、購入したスティック型 SSD。こちら、バッフロー製の 1TB の SSD になります。 そして、この画面の箱見てもらうと、この左側に PC、パソコンデータ保存、右の方にテレビ、テレビ番組の録画、このように書いてあります。こちらのバッハロ製の1イトの SSD、パソコンでもテレビでも両方で使えるようになってます。ただし、その際に、フォーマットの違いによって、パソコンで認識できたり、パソコンで認識できなかったり、逆に、 テレビで認識できたり、テレビで認識できなかったりします。それはフォーマットの設定によって変わってきます。はい。そしてこちらですね。実際に箱からですね、本体を取り出した状態。こちらがですね、スティック型の SSD になります。はい。こちらの画面見てもらって、今回パーテーションスタイルについて、MBR から GPT に変更、GPR から MBR に変更。これについてなんですけど、どういった時に変更する必要があるのか。 この画面の上の方、スティック型の SSD があります。パソコンが C ドライブだけの場合ですね、このスティック型の SSD を挿入すると D ドライブになります。今回は D ドライブとして解説していきます。このスティック型の SSD を挿入すると D ドライブになって、そのまますぐに使用できると。その際に、例えばなんですけど、パソコンの C ドライブの丸ごとバックアップ、システムイメージのバックアップをですね、 このスティック型の SSD に保存したいと。そういった場合ですね、そのまま Windows の標準機能を使って、こちらのスティック型の SSD に保存することができます。そしてパソコンがですね、起動しなくなった、パソコンの動作が不安定になった、そういった時に、このシステムイメージバックアップを使って、元に戻したいという時にですね、ただの D ドライブとして使用しているので、別途 USB メモリで作った 回復ドライブを使って、この USB メモリから起動して、こちらのイメージバックアップをですね、復元するっていう方法になります。このような使い方の場合ですね、GPT でも MBR でもどちらでもですね、普通に使用できます。その他、ただ単に Word や Excel、もしくは写真や動画をですね、こちらのスティック型の SSD の中に、ただ単に保存するっていうやり方。 そういった場合も GPT でも m b r どちらでも問題なく普通にですね動作します。それに対してこの下の方ですね。こちらですね。スティック型の SSD があって、そのスティック型の SSD にまずは回復ドライブを作成して、さらにもう一つシステムイメージバックアップをですね、保存するっていうやり方。こういったやり方の場合ですね。GPT にしないと このシステムイメージをですね、正常に認識してくれません。このやり方を進める場合ですね、MBR から GPT にですね、変換する必要があると、そのやり方について解説していきます。はい、ではですね、先ほどのスティック型 SSD パソコンに挿入した状態、この状態でエクスプローラー開きます。はい、そうすると、こちらの画面ですね。一番下見てもらうとですね、ローカルディスク I になっています。 そして、その隣のアイコンを見てもらうと、このアイコンの画像ですね、スティック型の SSD の画像になってます。これでですね、非常にわかりやすい方もいます。ただ、この画像のアイコンポイントがありまして、こちら iDrive 中身を開きます。このような状態になってます。4つのファイルがあって、この一番上と一番下、この2つのファイルがですね、 こちらのですね、スティック型 SSD の画像のアイコンを表示するファイルになります。ですので、今の画像のアイコンを表示したいんであれば、常に、このスティック型 SSD の中に、こちらのファイルと一番上のこのファイル、この2つをですね、入れておく必要があります。そして、この画面の、このダウンロードページっていうエグゼ、実行ファイルですね、こちらダブルクリックすると、 バッハロの公式ページが開きます。今回使用するファイルとしてはですね、この画面のこちらディスクフォーマット2こちらをクリック。そうするとディスクフォーマット2の画面表示されるんで、その中のソフトウェアディスクフォーマット2こちらをクリック。なら次の画面表示されてずっと下に下げていって、ここに注意事項こちらにチェックを入れて、さらにその下使用許諾こちらにチェックを入れて、 ダウンロードする、こちらをクリック。そうすると、保存画面表示されるんで、保存をクリック。今回、すでにですね、ダウンロードしてるんで、キャンセルしておきます。では、この画面ですね、ダウンロード先をクリック。そうすると、ディスクフォーマット2っていうのがあります。こちらをですね、そのままダブルクリックします。なら、インストールしますかってあるんで、そのまま開始をクリック。ならですね、インストール完了って出るんで、OK をクリック。そうすると、デスクトップの左上、ここにですね、 ディスクフォーマット2があります。はい。この使い方についてはですね、後でまた詳しく解説します。はい。ではですね、エクスプローラー開いて、こちらですね、iDrive。このスティック型の SSD、新品で購入して箱から取り出して、そのまますぐにですね、挿入した状態。この状態でパーテーションスタイルがどうなっているか確認します。この画面のスタート、右クリックしてディスクの管理。 そうすると、こちらの画面表示されて、下に下げていって、こちらディスク4。先ほどのスティック型の SSD、iDrive。こちら確認します。この左の方で右クリックして、プロパティ。真ん中に持ってきます。この画面のボリューム。こちら見てもらうと、パーテーションのスタイル、マスターブートレコード、MBR になってます。MBR。この画面キャンセルしておきます。 ではディスク1の C ドライブですね。こちら右クリックして、プロパティ、ボリューム。こちら見てもらうとパーティションスタイル。こちら見てもらうとパーティションスタイルが GUID、GPT になってます。このようにフォーマットは NTFS なんですけどパーティションスタイルが異なっていると。このように同じフォーマットであってもパーティションスタイルが異なる場合があります。この画面一回閉じて、MBR から GPT に変更するためにはですね、 コマンドプロンプトを使って変換するのがですね、一番簡単な方法です。この画面ですね、スタートで右クリック、ファイル名を指定して実行。CMD と入力して、OK をクリック。そうすると、こちらの黒い画面出るんで、ディスクパートっていう風に入力します。入力できたら Enter キー。そうすると、こちらディスクパートの画面が表示されます。こちらですね、文字を大きくしておきます。この状態で、リスト スペース、ディスク。入力できたら Enter キー。そうするとディスクの状態が表示されます。ここはですね、一番確実な方法として、先ほどディスク管理で確認した、今回であればディスク4。先ほどディスク4が i イドライブになってたかと思います。ですので、今回であればディスク4を選択すると、この状態でディスク4を選択します。セレクト、半角スペース、ディスク、 今回であればディスク4の4になります。数字を入力。Enter キーを押します。そうするとディスク4が選択されたと。この状態でクリーンを実行するので、先ほどのスティック型 SSD 中身が全部消えます。こちらですね、クリーンと入力して Enter キーを押します。そうすると正常にクリーンな状態になったと。この状態からですね、MBR から GPT に変換します。 今回は MBR から GPT に変換するので、convert, 半角スペース GPT。このように入力して Enter キーを押します。そうするとこちら、選択されたディスクを GPT フォーマットに正常に変換できたと。今回は MBR から GPT に変換したんですけど、GPT から MBR にする場合ですね、この convert の後ろの GPT を MBR に変えると MBR になります。 では、この状態で、この画面閉じるんで、EXIT って入力します。こちらの画面も必要ないんで、閉じておきます。では、エクスプローラー開きます。はい、そうすると、こちらの画面ですね。クリーンして初期化したんで、このようにですね、認識されてないので、表示されていません。この状態でですね、認識させていきます。スタートをクリックして、ディスク管理。はい、こちらですね、フォーマットされてないんで、右クリックして、新しいシンプルボリューム。 次へをクリック。次へをクリック。こちら、次へをクリック。この画面ですね。そのまま次へをクリック。完了をクリック。そうすると、フォーマットされていきます。はい、ならですね、こちら。i ドライブが表示されたと。この状態で、この左の方ですね。右クリックして、プロパティ、ボリュームをクリック。はい、そうすると、パーテーションスタイル。先ほどここがですね、 MBR だったのが GPT に変換されています。正常に変換できているのが確認できます。エクスプローラー開きます。はい、そうするとこちらですね。iDrive になっています。はい、これがですね、MBR から GPT に変換する方法になります。その次ですね、フォーマットについて説明しておきます。先ほどダウンロードしたこちらのディスクフォーマット2、バッファロー製のソフトになります。 中身開くと、ここにですね、ディスクフォーマット2の実行形式があります。こちらをダブルクリック。はい、そうするとディスクフォーマット2の画面が表示されます。ここで非常に重要なポイント。ここですね、間違えると大変なことになるのでよく確認すると。この画面の一番上、見てもらうとバッハロ製品なんですけど、H ドライブになってます。エクスプローラー開きます。こちら、H ドライブになります。 こちら見てもらうと 2.723TB のハードディスクになります。このハードディスクはバッハロ製のハードディスクになります。そして今回購入したこちらのスティック型 SSD、バッハロの製品になります。E ドライブ、これも SSD なんですけど、これはバッハロ製品ではありません。他メーカーになります。同じくここに D ドライブ、2TB のハードディスクがあるんですけど、これもバッハロ製の製品ではありません。他メーカーになります。 同じく C ドライブ。こちら SSD なんですけど、バッハロ製品ではありません。他メーカーの製品になります。ですので、この画面上でバッハロ製品は、i ドライブと H ドライブだけになります。そして、こちらのディスクフォーマットの画面。今選択されているのは H ドライブ。ここをクリックすると、i か H、この2つしか選択できません。これはバッハロ製品のみ使用できるソフトになっているので、 このように H と I のみになります。今この画面ですね。H ドライブになってます。そしてこの画面のフォーマット形式について、こちらをクリックすると、はい、こう数字を見てもらうと、1番があって、2番があって、3番があって、4番があって、5番があります。このように1から5まであります。その中で同じフォーマット形式で NTFS、こちら GPT、同じ NTFS で MBR、このように5つ表示されている場合は、 こちらのソフトを使って GPT と MBR を変更することができます。OK をクリックします。そしてこちらの H ドライブ。あくまでもハードディスクになります。上から数えていくと、123455 5つあります。ですので、ハードディスクを MBR から GPT、GPT から MBR に変更するんであれば、このディスクフォーマットの画面を使って変更することができます。 この画面ですね。今、H ドライブになってます。クリックして、i ドライブをクリックします。はい、そうすると、こちらですね。バッハロ製の SSD、i ドライブになってます。そして、この画面見てもらうと、こちら、4つの項目になってます。先ほど、5個の項目があったんですけど、4つの項目になってます。そして、このフォーマット形式について、こちらをクリック。はい、このようにですね、5個目がありません。 4つになってます。そして、この画面の1番目見てもらうと、NTFS、MBR、この1つしかありません。それ以外は EXFAT、FAT32、末フォーマット。先ほど5つの場合は、NTFS の MBR と NTFS の GPT、両方がありました。このように、スティック型の SSD の場合、 このソフトを使って MBR から GPT に変換することはできません。このソフトを使って変換できないので、先ほどのコマンド画面から操作して変換したということになります。では最後にですね、テレビで使用する場合ですね、どうするかっていうと、こちらの SSD ですね。この画面見てもらうと、一番下、未フォーマット状態、こちらにチェックを入れます。こちらにチェックを入れてフォーマットすることによって、 ここにも書いてあるんですけど、テレビ、レコーダー、チューナーで使用できるようになります。はい、これがですね、フォーマットの解説になります。今後の動画で今回説明したこちらの SSD ですね。回復ドライブとシステムイメージバックアップ、二つの機能をですね、一つの SSD にまとめて、Windows 10からですね、Windows 11にアップグレードする際に、その利用方法について、今後の動画で解説していきます。 今回の解説は以上になります。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。